気になる鬼門甲子園で勝ち星なし。立浪監督苦手はもちろん作ってはいけない。特に甲子園では4敗1分けとまだ勝ち星を挙げていない。中日は4月に貯金を最大6まで伸ばして8年ぶりの単独首位に立ったが、4月19日からの阪神3連戦で3立てを食らってから下降モードに入った。ここまで阪神以外のセリーグ4チームには全て5割以上の対戦成績を残しているだけに、甲子園が鬼門となりつつある。苦手はもちろん作ってはいけない。投手陣が昨日もそうですけど頑張ってくれている。打つ方がなんとかしていかないと。甲子園で勝ち星がないことについて立浪監督はこう語ったが、阪神には昨年も9勝15敗1分けと苦戦している。今世にしがみつくためにも甲子園恐怖症を早めに克服したいところだ。素晴らしい解説。最初倉敷なの忘れてたわ。ヤクルトも松田で全く勝てないのでセーフ。直近のカードは1勝1敗1分やし言うほど悪くないやろ。あれ?と思ったがそうか火曜は甲子園じゃなかったか。4敗1分って2カードも回ってないやんけ。そのうち1敗は大野が2回途中6失点、1敗は佐伯よ。実はバンテリンでも1勝しかしてないんだよな。チームカラー的には似た者同士なのにな。こんなに勝敗に差が出るのはなぜ?サンキュー倉敷。お前が辞めれば勝てる。チンパイアがなければ勝ってたけどね。甲子園はもともと苦手だからいいけど有利だったバンテリンで勝てなくなったのが大きい気がす。ご視聴ありがとうございました。